かいないのでしょう。多分おじいちゃんは早くに死んでしまうか、年を取ってから新しく友達を作るのが苦手なのでしょうか。知らない。
それは2月のことだったと思います。寒い日が続いて、あまり外に出たりしなかったので、夜も眠れなかった。いろいろと思い悩む時期があって、しばらくの間阿公の実家に滞在していました。夜中の3時ぐらいになっても眠れなかったので、1階に降りて誰かが録画したビデオを見ようと思い、選んだのは笑い犬のスペシャルでした。葉っぱ隊のコーナーになって、葉っぱ隊が歌い始めて、あの有名な生きているからラッキーだといったフレーズのところで、なぜかプツッとテレビが消えました。これは誰かからの、何かからのメッセージかと思います。本当に病んでいたけど生きているからラッキーだなと思ったので、気を取り直して2階の自分の部屋に戻って眠ろうと試みました。うとうととしてやっと眠れそうになった時に、枕元にいた隣のスヌーピーが何か喋った。彼は青いボーダーの服を着ていた。暗闇に目を向ける時期も必要ですというような、普段スヌーピーが発言しそうにないようなことをだと記憶しています。私は何も言葉を返さなかったけれど、葉っぱ隊の生きているからラッキーだという言葉と、暗闇に目を向けることも大事だという、ポジティブというか、ネガティブの中にポジティブだなというような発言を受けて、私の体調はそれからだんだん良くなっていきました。お母さんにこの話をしたら、私は小さい時からスヌーピーと一緒に過ごしていたので、彼は私のことを何でも知っているんじゃないかなと言っていました。
美しい。そういったものは簡単だけど、内側から湧き上がってくる、そんなものに感動する。これは誰かが言っていた言葉です。誰かかは思い出せないけれど、通りすがりのビジネスマンに、リュックよくお似合いですねと言われた。新宿駅でみんな乗り換えに早足の中、
わざわざ立ち止まって出汁の肩をトントンと叩いて、そんなにも伝えたかったのか。黒縁メガネの本当に人の良さそうな人で、何かの罰ゲームかなと最初は思ったのですが、もしかしたら本当に私はそんなにもリュックが似合っているのかもしれないと思って少し嬉しくなりました。そのリュックはアーペン製の黒い革で、革製のメンズのもので、上にはチャックではなく一つボタンがついているだけなので、ちゃんと閉じることはできません。京都で観光客の多い叡山電車に乗っている時はよく年配の女性の方にリュック開いてますよと注意されたものでした。そこからコミュニケーションが生まれるわけで、私はあえてリュックを開いたまま電車に乗るのが好きだったことを思い出しました。リュックよくお似合いですね。
70歳ぐらいの、かわいいおばあちゃんが自動販売機の前で3分ぐらい佇んでいた。
楽がとても素敵なので、もう少し待ちたいと思います。Fala, Lepo.